はい、深海魚ハンターの西野山です。本日も相模湾のど真ん中 1000m に来ております。ということで、いつものメンバーご紹介します。まずは選手の方の、よいしょ。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はこの前釣れたマタベニアコを狙っていきたいと思います。今日の仕掛けは何本針ですか？今日は8本針で、朝1だけこれやってみます。でもこの前この仕掛けで釣れたんじゃないんでね、いつものサメ仕掛けで釣れたんで、はい、1頭だけちょっとこれで釣れればいいかなと思います。期待してます。はい、そしてもう1名、今日はおはようございます。おはようございます。超初心者ハヤマリーナの太田です。いや、久々ですね。いや、久しぶり。しかもね、ここまで来るのが大変遠いよ。もう ほぼ真鶴だよ、ここは。なんなら初島とかの方が近いね。見えますよね、街並み、街のその白い、ね、いや、本当相模湾のど真ん中、はい、天気もね、恵まれてるんで、今日は頑張りたいと思います。今日太田さんの目標は何ですか？目標、何か釣る。お、諦めないっていうのが大事です。はい、何か釣りたいと思います。落とすまでが結構長い釣りなんでまあ巻き上げもなんですけど、強く心大事です。はい、ちょっと赤いのが出るように。よし、はい、頑張ります。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ではまず第1頭、はい、第1頭の準備をしておりますが、今日の餌は何ですか？餌はですね、イカの短冊がメインになってきます。イカターン。今日はちょっと青というよりは透明に染めてきたんですね。透明、はい、あ、そう、染めてないですね、透明だった。そうだねちょっと色なし作戦でやってみようかな。 いつもあんなエイリアンみたいな、はい、なんかシュレックみたいな色してる餌とは今日は違う。今日はなんか短冊ですね。人間が見ても美味しそう、まあ、まともなイカの姿がシンプルね。はい、まあ、ちょんがけですね。あ、それだけでいいんだ。はい、あんまりこう縫い刺しとかしちゃうとやっぱり落ちてく間に回転しちゃってヨレがかかっちゃう。なるほどね。そうすると、あの糸の真仕掛けの絡みの原因になったりとか。いかにシンプルにするか。シンプルにかける。はい、で僕はやっぱり記録狙いなんで、日本針という針の上限を守りながらやっていきたいと思います。あくまでも狙うはレコード、記録だね。やっぱり手巻きなんで、ね、手巻きでルール逸脱しちゃうと何のために手巻きやってるんだって話になっちゃう。確かに。はい。あとは今日はですね、お、ちょっとカゴをビシですね。前回 1000m でビシやって、あの結果が、うん、なかなか良かったんで、ちょっと今回もちょっとこれ、それを信じてやっていきたいと思います。中には何入れるの？カタクチイワシです、ね、カタクチイワシまんま。はい、もう潰したりしないんだ。まあ、ちょっときつめに入れて潰れる感じですね。ああ、なるほど。はい、逆にミンチとかにしちゃうと落ちていくまでにポロポロ取れて、あの出てきちゃうんで。確かに確かに、ついた頃には空っぽになっちゃうね。はい、それで効果あるんだ。感じで、はい、入れて、で今回あのカゴってやっぱり普通の重りに比べて軽いんですよ、うん、でこれがだいたい150とか160ぐらいなんですね、うん、160号とか。なんで僕は中重り40号プラスして200号にして今日は落とします。200号ね。 1000m で200っていうのもなかなか軽い方です、ね、そうだよね、はい、いつも300？いつも僕マックス1000だと250なんです。250、やっぱ糸を落としてる分重りを小さくする。なるほど。はい、ということでちょっとここから落としていきたいと思います。よし、行ってみよう。はい、はい、はい、ということで、あのポイントをちょっと修正して、それでは1投目落としていきたいと思います。はい、水深は約 900m、はい、1000m 手前ぐらいですね。ちょっとこっから流しとしては南に流されていく感じなんで、うん、まあ、徐々に深くなっていくイメージです、ね、着く頃には 1000m まで行ってるかな。そうですね、だいたいそれぐらいをちょっと目指して、それでは落としていきます。これでやっぱ落とす時も一人が落として少し船を移動させながらっていうのが
しいところですね。船をね、前に進めながら、はい、進めながら落としていかないといけないから、これが難しいよね。はい。線になってくると両側から出しちゃうとやっぱりペラの方にどっちもあの行きやすくなっちゃうので、やっぱ片弦から出す方が片っぽだけこう糸を気にしてればいいんで、ある程度は楽にはなります。はい、じゃあこれ使って。ありがとう。この感じ。そうですね。それを太田さんは今日は仕掛けを4本針にしておいたんで。4本ね。はい、まあ、もし記録で手巻きがいいっていうんだったらちょっと、いや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 急遽変更をしなくてはならないです。病院送りになりますから見てくださいこれ。こんな薄くても大丈夫。はい、あの透明も若干混ぜてたんで。こんな感じ。はい。なるべく長めのやつを使って。長めね。はい。大丈夫。みんなの分するから。二つ目でから見せます。はい。太田さんの投入です。落とすときは重りからやった方がいい。はい、ちょっと前進するんで、ちょっと待って。こっち側に落としたの。そうです。針気をつけてくださいよ。刺さったら痛いですよ。抜けなくなるんで。この時点でもう絡んでる。この時点で絡んでる。こっちが針。すでに絡んでます。これが大変。さあ投入できるんでしょうか。これが大変だよ。一番上も 1.2 メートルぐらいの。いや全部800?90、90ぐらいです、まあ、長くて1メーターぐらい、うん、それぐらいのがいいね。はい、1本目投入しました。これもたもたしてると船長に怒られるんだよな。それだ。何やってんだ。この前聞いた気がする。マルジェだったら大変なことになるな。それなんであの2本とか3本だと比較的楽なんですよ。4本は結構しんどいですね。ドラグが閉まってないんだ。したらちょっと、はい、今絡まないように船をちょっと。それでは投入お願いします。はい、タイミングしながらの方がいい。うん、そう。あ、メーターがメーターがボンになってる。メーターどうやって折るんですか。もう一回巻いて、ちょっと巻いちゃってください。手で巻いて、多分そのメーターがゼロ。いっぱいいっぱいなんだ、ラインが。一番先がピンクだった。下げて、で大丈夫だと思います。はい。なんで行かないんだろう。なんでだろう。じゃないと手巻きになっちゃう。なんで？あれゼロでも負けない。負けなか、あ、負けないか。これなんでだろう。
はい、変わんないです。音は鳴りました。はい。はい。トラブル中に。電動トラブル中に。はい、はい。釣りと釣りとビール設定のコラボレーションです。何にもならない。画面が変わらない。同時に押せばいいんだね。釣りをやりながらリールの設定を。左と真ん中押すんですか。左足、右足、はい、300、300、はい、そんで今、道と入力とか、はい、さあ、西野くんがスタンバイ。トラブル中に西野くんがスタンバイ。これで巻き上げていくのが、さっき50にしちゃったからダメになっちゃった。ああ、ほんで電源入れて設定画面を出す。まず先ちょっと右を突きます。ちょっと長くして後から左を長くして、で OK は認識されたほんで道色を入力して実行しますかで OK して、はい、で P2 下巻きして、下巻き釣れちゃったらどうするんですか。それサメじゃなくてサバじゃないですか。それそこついてんのかわかんない。とりあえず西野くんはあげるって感じ。ちょっと巻いて様子見てみたい。かかってはいそうなの。さっき当たりなのかちょっと分かんなかったんだ。こっちに。背面ショットでね、大変さをね、やばいですそんだけ重たいんだったらついてんじゃないの。
ついててほしいです。さあ、これを見ている皆さん、この深海釣りをやってみたい人、ぜひメッセージを送ってください。電動もあるんで電動もあるので、まあでもね、皆さんお好きな道具を持ち込んでいただくっていうのもありだと思います。何メーター巻いてあったら大丈夫？1300巻いてきてほしい。え、それ西野くんのそれはいくつ巻いてあるの？1300を巻いている竿をね、持ち込んで皆さん一緒にやってみませんか？ラインの太さは3号とか4号ぐらいが3号、はい、3号、4号の太さのラインを1300巻いてある。あまり太すぎるとやっぱり潮の流れに乗っかっちゃったりする。あ、ね、じゃあ重りも細い分軽量化できるところが利点です。まずこうやってみたいと、やってみたいという方はぜひメッセージ送ってください。西野ゆうまチャンネル、あれ深海魚チャンネルだっけ、はい、深海魚ハンター、深海魚ハンターチャンネルまでどしどしメッセージを。それか太田さんまでその後の企画家は私がやりますまずは参加者はね、どれだけいるかっていうのが大事ですから。見たら全員名字が谷口だったらどうしよう一人しかいないじゃん一人だけやんってなっちゃうから、一族が来るかもしれない。チャンネルネーム変えなきゃいけない。夢覚めハンター。夢覚めハンター西野ゆうま。夢。なんかどっかの団体からお叱り受けそう。夢ばっかり駆逐しないでくださいあと50です。いや、この重さはちょっと夢シャークかもしれない。シャークあるかもしれないよ。まあ引かないっていうのはまあ可能性としてはなくはないです。そういうのじゃないの。はい、ラインが横行かないのを見るとダメだ、はい、夢お、ちょっと暴れてる。やべえ。あと10メーターちょい。いつものやつかもしれねえ。上がっていきます。はい。あと10です。はい。下に行きますか。下目の魚体が。軽くなんない。はい。40分かかったな。巻き始めてから40分かかりました。10分かけて、果たして。ました。あ、島夏。島夏。あ、切られてる。初めて見ましたこれ。島夏をですね。島夏を。はい。多分途中でなんかやられましたね。あそこにいるじゃん。イバラだ。いや違う。テナガダラ。暴れてる。それでこれ食ったんです。あの島ガツオ。ああ、はい。さっきなんかピクンってなった時に食ったのかな。ということで、ね、1投目。1投目。魚が出ました、ね。テナガと島ガツオ。島ガツオ。はい。一投目トラブルの中でこの2匹。線までちゃんと落ちれば食うんですよ。そうだね。これは多分線でかかってる。そう。途中でヒットしたね。そうね。ということで気を取り直して次の流しは3人で頑張りましょう。はい。よろしくお願いします。はい。やばい。最高じゃない。やばいですね。あ、いますね。お、これは。